吉沢さん。君たち、まさか自分から幸せを捨ててくるなんて、なぜだ、ありえない。丸木先生なんですよね。そうだよ、君たちはなぜ。なんでだよ、なんで先生がパレスにいんだよ。彼がパレスの主だからだよ。なっ、それとこの歪んだ現実を作った張本人ですよね、丸木さん。君たちの幸せのためなんだ。幸せ？そうだ、僕は君たちの望みを叶えたかった。幸せってどういうことだよ。なも俺たちは望んで。本当にそうなのかい。いや、何でもない。君たちに僕の作る現実を否定する意思があるのは分かった。戦うのであればそれに応じるよ。僕の戒心を狙うならそれでもいいけど、まだ交渉の余地はあると思う。それに今は戦いより吉沢さんの回復が先だろうから。また逃げる気ですか。今ここで戦うのもいいけど、君も消耗してるはずだよ。吉沢さん。まだ時間はある。そうだな、2月3日だ。2月3日に君たちの最後の結論を聞こう。その日まで考えが変わらないようなら、もう力でぶつかり合うしかなくなる。そうなることは望まない。でも僕も譲れないんだ。誓ったんだよ、大切なものを失ったあの日に。反応消えた。追いかけたいけど今は無理そうね。一旦出ようぜ、吉沢も休ませねえと。来る時も驚いたが、異世界ナビの復活、そして現実でも見えているパレス。とりあえず現実がおかしくなってるっぽくって、それに関係してるのが丸木先生なんだよね。なあ、お前はどこまで知ってんだ。丸木先生がこの現実を作り変えた、私たちの幸せのために。さすがに理解が追いつかないな。混乱中のとこ悪いけどいいかな。そうだよ、明智。今さら警戒しなくていいよ。君たちをやるつもりならとっくにそうしてる。戦う気はないってことね。君たちとの決着はもうついてる。それに丸木の作った現実を認めないという点で彼と目的は一致してるからね。利害の一致ってわけか。君たちはどうなんだい。君たちがさっきまで理想の現実とやらにハマってたところから見ても、丸木が本気で僕たちの幸せを思ってるのは事実だ。歪んでるとはいえ、今まで君たちが改心させてきた大人たちとは違う。それを知った上で丸木と戦う気はあるのかなって。なぜそれを俺たちに聞く。現実そのものを歪めるような相手なんだ。戦力は多い方がいい。君たちも目的が同じなら手を組んだ方が効率的だろ。僕はもう行く。さっきのこと考えておいて。おい、たく。吉沢大丈夫か。私
みません。私、皆さんにご迷惑を。そんなんいいって。ここで無理に話し合うより今は一旦解散した方が良さそうね。だな。また明日。つか明日から三学期じゃね。学校行った方がいいよね。これからどうするか全然決まってないけど。マルキは2月3日まで待つって言ってた。時間はまだある。焦らずどうするか考えようぜ。いや、おかえり。お前ら一緒だったのか。双葉、なんかあったのか。なあ、宗次郎、お母さんは。お母さんってお前、わがまのことでなんかあったのか。ううん、なんでもない。なんとなく思い出しただけだ。ならいいけどよ。俺もさっきあいつのことを急に思い出してよ。妙な偶然もあるもんだな。俺はそろそろ帰るが、双葉はどうする？うん、私はもう少しいる。そうか、あんまり遅くなるなよ。じゃあ後のことを頼むわ。お前も明日から学校なんだし、遅くまで起きてんなよ。お母さん、もういないんだな。宗次郎もそう認知してた。そうだ、助けに来る前のことを話してなかったな。今日お前がお台場に向かった後、みんなここに集まってたんだ。今のはって、お前の我が輩。そうだそうだよ、モナ、なんでお前人間になってたんだ。そうだよ、モナ猫だし。猫じゃねえ。あ、いや、猫で合ってるな。なぜ俺たちはこんな。けど考えてる暇はないかもしれねえな。そうだ、彼はお台場に行くって言ってたのよね。しかも明智君と。私たちも追いかけよう。で、お台場に行ってからはパレスがあって、あとは知ってる通りだ。私が怠けてる間もずっと戦ってくれてたんだよな。ごめんな。ずっと心の奥ではおかしいって思ってたんだけど、お母さんと一緒はやっぱり楽しくて、私考えるのをやめたんだ。でもお前のおかげで目が覚めた。もう大丈夫だ。心配無用だ。私はもう明日から学校なんだろ。夜更かしして遅刻するなよ。今日はいろいろありすぎた。我が輩たちも早く休もうぜ。
お久しぶりです。ようやくお会いすることができました。あなたは再び囚われてしまった。統制の神とはまた異なるあなたの未来を縛る存在によって。ですがあなたは仲間との絆を信じ、己が意志を貫いた。あなたは再び可能性をつかもうとしている。こうして我らが相対していることが何よりの刻限のようですね。我々はあなた方人間の意志を手助けする存在に過ぎません。行動すべき道は自分で決めるのです。あなたに反逆の意志があるのなら、いずれまた。ラヴェンツァ殿がみんなにも話した方がいいな。放課後に集まろうぜ。あのおはようございます。その私、先輩たちにとんでもないことを。本当になんて謝れば。いや、いらねえって。そんなのは。それより体は大丈夫なのか。体は大丈夫ですけど、頭は正直混乱してます。記憶も曖昧でまだいろいろ整理がつかなくて、もう少し考えてみます。自分がこれからどうすべきなのか。時間よ。やれやれ。道は自分でか。明智も言っていたが、やはりこの先どうするかを決めないとな。私たちはこの現実を認められない。ならやっぱり丸木先生と戦うことになるよね。そうだな。丸木を倒して欲望を盗む、つまり改心させるってことだ。丸木先生は歪んだ欲望を持った大人。でもその欲望は私たちの幸せを願うものなんだよね。少なくとも鴨志田や指導が持ってたような欲望とは全く違うものだな。怪盗団は悪人を改心させる。丸木先生は今までの悪い大人とは少し違うよね。
何やるかはもう決まってるんじゃねえの。ハルの言う通り、マルキ先生はクソな大人なんかじゃねえ。この現実受け入れて幸せに生きてるやつもいると思う。実際マルキ先生のやってることは正しいことなのかもしんねえ。でも俺らやっぱこの現実は間違ってるって感じるわけだろ。何が正しいかは自分で決める。こいつのとこ行くとき決めたじゃねえか。マルキ先生を改心させるのがこの現実を戻す方法なら俺はやる。え、ちょ、黙んないでもらえます？あ、ごめん。リュウジの言う通りだなって思って。世直しという大義ではなく、己の正しいと思う道を行くための改心か。悪くないな。じゃあ、全会一致ってことで。となると、やることは一つだな。ああ、マルキは戦う気なら受け入れるって言ってた。我が輩たちがパレスに潜入してくるのも予想してるって考えた方がいい。そういやだけどよ、現実を歪ませるっつうの？マルキ先生、どうしてこんなことできてるわけ？私も気になる。いくら認知科学知っててもそれだけじゃここまでできないはずだし。マルキと戦うにしても情報がもう少し欲しいとこだな。ごきげんよう、ラベンザです。え？あなた方の反逆の意思、確かに聞き届けました。我々にもその意思の手助けができればと。そもそもどうやって電話かけてきてんの？というか聞き届けたってどこからだ？途上？電話かけてくるタイミング完璧だったし、ありえんな。これ盗聴ではありません。聞こえていたようだな。あなた方の現在の状況も含めてお伝えしたいことがあります。ただこの方法で声を届けるのにも限界が。明日お会いしましょう。お仲間も含め集まりやすい場所がいいでしょう。そうなれば学校にしましょう。学校？来んの？ラベンツァが？それではまた明日。切れたか。本当に学校来んの？校門から？どうだろう。けど目的も決まったし、ラベンザも力を貸してくれるみたいだし、とりあえず一歩前進って感じだね。あとは明日のことも含めてだが、明智と手を組むかだな。彼も言ってたし、目的は一致してるみたいだけど、私は手を組むべきだと思う。うん、私も。いいのか？現実変えるぐらいの力があるんだし、マルキ先生と戦うにはあいつの力も必要だ。また裏切るようなら戦うだけだよ。じゃあ決まりだな。明日また囚人で。双葉とユウスケの入り方については考えとくわ。すまない、よろしく頼む。今日のところは解散だね。
いや、よく聞け。よし。よーし。今日はもう寝ようぜ。こんな時だ。しっかり昼飯は食っとけよ。我が輩はジャムパンを所望。ん？あれは？ああ、学校に蝶々なんて。ってそうじゃねえだろ！追いかけるぞ！
ラベンザ殿。どうも、お疲れ様です。おかしいですね。これが人間の挨拶の常套句のはず。チワースの方が正しかったでしょうか。いや、その、とにかく次行きましょう。昨日も言いましたが、あなた方にお伝えしたいことがあります。後ほどお仲間をこの場所へ集めてください。この場所って保健室に？ここは休息や眠りの認知があふれています。本来マルキなる者の支配下にある現実に我々がとどまり続けることは容易ではないのですが、ここでならば消耗を抑えつつ話ができるというもの。はあ。準備ができ次第お会いしましょう。私は時が来るまで叱るべき休息を。休息って、ちょ、ラベンサ殿。とりあえずみんなに知らせようぜ。潜入作戦成功だな。意外と怪しまれないものだな。許可取るには理由も時間もなかったしね。うまくいってよかったわ。堂々としてれば意外とバレないものだよ。まさか僕に声をかけるなんてね。伝えた通りだよ。手を組むって話お受けします。今は市場とかそういうのなしだけど、また裏切ったりしたら絶対許さない。なるほどね。大丈夫だよ。言っただろ、利害は一致してる。これはマルキを倒すまでのただの取引だ。全員揃ったようですね。準備はよろしいですか？いや、それこっちのセリフじゃね。話したかったことは、マルキなる者がこの歪んだ現実を作るに至った経緯、そしてその力の正体についてです。知ってるんですか？推測も交えてにはなってしまいますが、まずこの今ある現実についてですが、これはマルキなる者が大衆の認知、すなわちメメントスに干渉することによって起きているものだと思われます。メメントスって、そんなことまでできるの？いや、異世界ナビやパレスのこともある。消えるはずのもんが消えずに残っちまったって考えるのが自然だと思うぜ。メメントスは大衆の認知そのものです。これまであの者が行ってきたような個人の認知の操作をメメントスを通じて大衆の全てにかけることができたとしたら、その強烈な歪みが現実に影響を及ぼしたとしても何ら不思議ではありません。そういうもん？けどそれってそもそも認知の操作ってのが普通にできる前提の話だよね。その通りです。あの者の認知の操作、そうですね、曲解とでも呼びましょうか。おそらくあの曲解能力は彼固有のペルソナの力でしょう。つまりマルキというものはペルソナ使いなのかよ。そんなバカな。ペルソナ使いからパレスが生じるはずが。あの者がいつから力に目覚めていたのかは分かりません。ですがあなた方と出会った頃までには無意識にでも曲解を使用していたことに間違いはないでしょう。無意識とはいえ現実でもペルソナの力。それじゃあ吉沢さんに自分はかすみちゃんだって思い込ませてたのも、おそらく曲解の効果でしょう。けどもしマルキが僕や彼のように特殊なペルソナ能力を持ってたとして、その力を個人でなくメメントス全体に使えたってところが疑問だ。ああ、メメントスへの干渉なんてどれだけ特殊な力を持ってたとしても一人の人間にやれるスケールなんかじゃないぜ。確かに現実を変えちゃうなんて
神様でもなければ普通できないよね。その神になったとしたらどうでしょう。え、同性の神。そうです、あなた方の倒したあれは大衆の姿った愚かな希望の偶像。マルキはその偶像の消滅を境としてその位置にすり替わったものと推察できます。すり替わったってどういうことだよ。世間の奴らがマルキ先生を神様とでも思ってるってのか。彼から聞いた限り、民衆の支持を得て統制の神とやらを倒したのは怪盗団なんだよね。大衆のすがる先が神を倒した怪盗団にすり替わるならまだしも、なぜ何もしていないマルキに向かなければならないんだい。幸せってどういうことだよ。何も俺たちは望んで。本当にそうなのか。それはおそらく。統制の神を倒して大衆の希望になった私たちが、マルキ先生の描く現実を願ったから。願うって俺ら別にそんなこと思ってねえぞ。そもそもマルキ先生といつそんなこと。カウンセリングじゃない。どうやら全員仲良くマルキの術中にはまってたってわけだね。あの者がその状況をどこまで意図していたのかは分かりません。しかし結果としてあなた方の心に根付いた曲解への希望がこの世界を生む糧になってしまったことは間違いないでしょう。こうなっちまったの俺らのせいってことか。認知世界があるのを教えちゃったのも私たちだ。戦おう。私たちのせいなら責任取んなきゃだし。ああ、俺たちのやるべきことは変わらない。いいでしょう。では話を進めましょうか。今この世界はとても不安定な状態にあります。あの日統制の神が行った現実世界とメメントスの融合、それはかの者の死によって解かれ、二つの世界はゆっくりと元の姿に戻ろうとしています。つまり今この世界はまだ完全にメメントスとの融合が解けていない状態ってことか。お台場でマルキのパレスが見えてたのもそういう理由なんだね。ですがマルキは今もこの境界が曖昧となった世界で少しずつ大衆の極快化を進めています。この侵食が進めばやがて現実とメメントスの再融合化が進み、二つの世界は再び一つとなる。そうなれば極界に囚われた大衆が二度と目を覚ますことはないでしょう。そんな。そしてそれはあなた方も同じです。たとえペルソナ使いといえど完全にマルキの支配下に置かれた世界で彼に抗うことは難しいでしょう。つまり二つの世界が融合を終えればあなた方が彼に勝つ術はなくなります。そしてそのタイムリミットまで残された時間はおそらくあと一ヶ月ほどかと。一ヶ月しかないのか。マルキ先生が指定した日付は確か2月3日だったよね。それが完全な侵食までの期限なのかな。可能性はあるわね。じゃあその日までに
お宝取るしか方法はねえってことか。前日の2月2日までにお宝へのルートを確保して予告状を出す。そして当日はおそらくマルキとの戦いになるだろうな。予告状の作成は俺にやらせてくれ。これが最後になるはずだ。全ての魂を筆に込めてやる。けどまだ謎が残ってるね。ああ、どうしてパレスの名前が塗りつぶされてるのかしら。動作に問題はなさそうだけど。それもマルキの認知の産物でしょう。おそらく彼はあなた方が何らかの方法で異世界に侵入することを知っていた。あなた方の存在を許容する限り、それに付随する侵入手段も消滅することはない。それでも自分を主だと知られたくないという心が、主の名前を隠すという形でその場に現れたのではないでしょうか。でもなんでマルキ先生は私たちを曲解で消さなかったんだ。マルキは僕たちにこの世界を受け入れてほしいと言っていた。信じられないけど、あくまで相互利益として自分の考えを認めてほしいってことだろうね。悪いけど、そうは言われても俺はこんな世界やっぱ認めらんねえ。パレス潜入は明日からだ。いいな。お前はそれでいい？わざわざ僕の意見も聞くの？聞くに決まってんだろ。怪盗団のルールは全会一致だ。構わないよ。マルキの世界を受け入れる気はひとかけらもないからね。じゃあ決まりだな。待って、吉沢さんは？今日は呼ばなかったけど、部外者じゃないものね。気持ちの整理ができたら話してあげた方がいいんじゃないかな。その後どうするかは本人次第だけど。だな。では私はこの先も見届けさせていただきます。トリックスター、あなたの選び取る道を。私は そろそろ閉めるか。おい、洗い物を済んだら上がっていい。いらっしゃい。あの、吉沢？入りなよ。なんか用あんだろ。店はもう閉めとくから、あと頼んだ。夜分遅くにすみません。コーヒーいただきます。おいしい。少しお話聞いていただいてもいいですか？ありがとうございます。実は今日見たんです、保健室に入っていく先輩たちを。それでその話聞いちゃって。先輩たちは自分で道を決めて逃げずに前に進んでる。それに比べて私は、マルキ先生が話した通り、私は元の現実から逃げました。自分のせいで霞がなくなったっていう事実に耐えられなかったんです。記憶はまだ曖昧ですけど、自分がスミレだっていうことを思い出しても受け入れたくなかった。霞のいない現実から、スミレとして生きる現実から、まだ逃げてたんです。いえ、さっき言ったようにちゃんと前に進んでる先輩たちを見て思ったんです。自分もこのまま逃げてちゃダメだって。けど霞がいない今、一人だと何をすればいいのかわからなくて。先輩、私
どうすればいいんでしょう。厳しいですね、先輩は。でも本当にその通りだと思います。相談ありがとうございました。どうすべきかはまだわからないけど、もう一度考えてみます。これからどうすべきなのか。世直ししようぜ。まあね。じゃあ行こうか。あれは？お疲れ様です。マルキ先生と戦うんですよね。私も連れて行ってください。けどお前その格好じゃ。お願いします。もう逃げませんから。いつまでも先輩たちに頼ってばかりじゃいられない。私もスミレとして前に進みたいんです。やるじゃねえか。問題ないみてえだな。ありがとうございます。となるとあとはコードネームだな。コードネーム？本名で呼び合ってちゃ閉まらねえだろ。なるほど。ジョーカー、何かいい案あるか？名は太陽を表す。深いですね。深いか？これじゃあ、バイオレットは？英語でスミレって意味。バイオレット、では、それでお願いします。わかった。下唇を噛んで言う和だな。さじ加減はお任せします。
バカ軍団かよ。そろそろいい？先に行った方がいいと思うんだけど。わかってるって。じゃあ行こうぜ、ヴァイオレット。はい。警戒度ヤバめ。ばかりじゃいられません。逃げて逃げて、あなたにすがって、でも本当はずっと分かってた。上辺だけ霞になってもダメだって。弱いスミレでいるな。もうおしまい。ヴァイオレット、あなただけは最初から偽物じゃなかった。来て、サンドリオン。あなたが出てこないのなら、誰がスミレと一緒に行くんです。なんて強引な人。でも今のあなたならお似合いかもね。成功という名のガラスの靴。あなたの中にある彼女ごと、我が汝、汝は我。舞踏会の準備はできていね。もちろんです。私はもう自分自身から逃げない。言うじゃねえか。ヴァイオレット、ボコボコにしてやれ。はい、行こう。サンドリオン、ペルソナル、サンドリオン。何なんだってよ。心配かけてすみません。もう大丈夫です。相変わらずの体さばき、見事だぜヴァイオレット。ありがとうございます。まだまだ未熟だけど、足を引っ張らないようにします。
いちいちかしこまらなくていいって。あ、すみません。ジョーカー先輩もスミレとして改めてよろしくお願いします。我は汝、汝は我、我再び真実を目指す契りをここに得たり、迷いを抜け現れいでし鎖を砕かんとする意志こそ強き心なり。汝、信念のペルソナの再起に祝福の風を得たり、風はすなわち採用へ至る道筋を照らす導きとならん。ガンガン行こうぜ。はい、このまま進みましょう。どうしますか？恐ろしさを味わえ。よっしゃ。
り探索しておこう。ねえ、てか、
ああ。あのさ、じゃあよろしくね。ごめんね、急に。私もしかして。よし、